私は、本当に悪い人でした。人を物として扱っていました。傷つけたりとか、嘘をついたりとか、殴ってしまったりとか、殺したりとかもしました。相手に何も持っていませんでした。自分の地位を守りたかったから、罪悪感とか申し訳ないなとかっていう気持ちじゃなくて、ただそいつをマジで本当に落としてやろうかなっていう気持ちでした。拳で本当にもう全部を、相手の人生まで全部蹴落として、それでも俺は絶対上に上がろうっていう気持ちでした。偽りの自分を作り出すことによって、相手に隙を与えない、自分を守る心を開くと、見透かされてるっていう気持ち、ものすごく恐れていました。私はもともとブッダの家で、ここにもある傷とか物事を上から押さえつけられてきた教育しかしていなかったです。てっつぁんっていう友達がいるんですけれども、そのてっつぁんに教会に来ないかっていう、まずその誘いがあったんですけれども、行ってみなきゃわからないっていう気持ちでちょっと悩んだけれども、教会に行くようになりました。まず最初にその教会の、固定概念があったんですね。教会というのはやっぱ暗くて、まあステンドガラスがあって、すごく説教、上から物を言われるのかなってすっげえ思ったんですけども、来た時にその固定概念ガラッと変わったんですね。っていうのは、入ってきた時にみんながすごいいい笑顔だったんですね。想像してもらうと、握手して、そして握手の先に目を見ますよね、みんな。そしたらそこの目の奥底がみんな輝いていたんですね。すごい愛を感じました。今まではない愛、例えば超アバウトだったりとか、約束事でも約束していないとか、その心が見えていないけども、みんながいい笑顔をして、みんな目が透き通っていて、愛があるんだなって、そこで自分はもともと愛を求めていたっていうのに気づきましたね。そして祈ってもらいました。そしたら自分の心の中がふって取られたような感じ。その賛美をしている時にふと気がついたら、私は涙をバーッと流していました。そこで俺初めて、俺ここにいる意味があるんだな、あ、俺って本当に生かされてんだなって思いました。なのでイエス・キリストは絶対にいるって思いました。そこで救われたなって思いました。私は今まで偽りの自分でした。心を出せない自分っていう、本当にいたんですけれども、人に傷つけられたくないとか、本当にもう、自分を出さない、それがかっこいいとかって思っていましたけれども、でも今は違います。それが全て真逆であって、イエス・キリストに全部委ねると、本当にいい笑顔にもなるし、そして心も開けるし、本当に自分が今生きてるんだなっていうのが実感できました。今まであったから、今まで自分が偽りだったから今ここに生かされてるんだなって、その喜びになりました。自分の心じゃない、自分がしたからじゃない、もうイエス・キリストが全て俺を見てもらって、自分を見てもらって、で自分を作り上げてきて、そしてそれにただ自分は、心を委ねる、ただそれだけなんですけれども、今本当に、目の前に傷ついているやつがいると思うんだけれども、その傷ついているやつ、本当にもうみんな大丈夫だよ絶対。なぜかっていうと、イエス・キリストはあなたの傷を知っているから。今までの過去はみんな許されたから、だから今俺が許された。本当にその一人でも多くその喜びに早くなってもらいたいです。イエス・キリストを受け取ってほしい。